ご来場の皆様、こんにちは。静岡県御殿場市に駐屯する第34通過連隊です。連隊の番号34の由来となった陸軍歩兵34連隊立花中佐の旗、立花旗を掲げ、連隊で活躍する各種車両が進入してまいります。34連隊は静岡県御殿場市立花駐屯地に所在をし、静岡県全域及び首都圏の防衛警備及び災害の件を確認する際です。本日は立花駐屯地の大人気キャラクター稲妻及び稲妻ベリー兵団付けに加え、静岡県の公認キャラクターであるフジッピーとチャッピーとともに静岡県から参りました。我々は首都で何か起きたならばすぐに駆けつけます。引き続き、立花中佐の意表を引き継ぎ、任務に邁進をしてまいります。34連隊、バイゲン。では、第34通過連隊は、静岡県に戻り、万全に備えます。皆様、ありがとうございました。皆さん、こんにちは。放射と